髪質改善で髪がボロボロになりました。はい、こんにちは。のびや本店ののびです。今日もですね、視聴者さんからいただいたコメントに対してお答えするという形で進めていきたいと思います。テーマは髪質改善です。まずね、コメント読ませてもらいます。ヒロダークさんから、髪質改善のストレートエステをしたら髪がボロボロ。毛先はプラスチックのような硬い髪に仕上がりました。美しい仕上がりを期待していったのに、ひどい仕上がりに、点点点。本当です。お金の無駄です。背中までの黒髪ロングヘアでしたが、肩までのボブに切りました。はぁ、あ。こういったコメントね。ちなみにこちらのコメントは数日前のこの動画、髪質改善本当にあなたに必要ですかといった内容の動画にいただきました。まずね、こちらの動画の内容というのは、髪質改善というメニューがね、近年あちこちの美容室で、売り出されております。または自宅でできる、誰でもできるホームケアとしての髪質改善ありますよなんていうね、そういった方法も意外と広まっていたりするんだけど、髪質改善というその言葉からいくとだね、なんだかあなたの髪質のコンプレックスを根本的に直してくれるみたいな印象を与えるよね。でも、その髪質改善というメニューであったり、自宅でのホームケアというのは、今生えている髪の毛に何かを施すんであって、それはパーマや縮毛矯正の部類ですと。または、まあ、トリートメントの部類ですと。そういった内容だったのね。なので、のぶさん的には、この髪質改善というメニューがダメとか、髪質改善というメニューの名前をつける人が悪いなんていうことを言いたいんじゃなくて、しっかりと見極めましょうねと。そういったメッセージを込めた動画だったわけね。で、このヒロダークさんのお話に行きましょう。髪質改善のストレートエステをしたら髪がボロボロ、毛先はプラスチックのような硬い仕上がりになりましたと。これね、まずこの髪質改善のストレートエステ、このネーミングね、まさにノブさんがその数日前の動画でお伝えしたネーミング、結構ね、考えなきゃいけないよと、そういうメッセージだったわけなんだけど、髪質改善という言葉だけでもかなりね、なんだか自分の髪質が変わる、こういった印象を与える上に、ストレートエステ、ね、この髪質改善のストレートだけだったら、あ、私の癖毛がまっすぐになるんだなみたいなね、そういった印象なのかもしれないんだけど、ストレートエステ、ね、このエステがつくとなんだかすごく髪に良い、髪に優しいみたいなね、そういった印象を受けるよね。なので多分この髪質改善のストレートエステという言葉にヒロダークさんはかなり期待していったんだと思うんだよね。なんだか髪に優しくて私の髪がストレート、ね、優しくストレートになるみたいな、そんな印象を受けたんじゃないかなと思います。でも結果としてはボロボロ、毛先はプラスチックのように硬い髪に仕上がったと。そして残念ながら長い髪を切らざるを得なかった、こういったお話ね。これについてノブさんの考え方なんだけど、それこそね、数日前の動画でお伝えした通り、髪質改善というメニューが、実はトリートメントでも何でもなくって、パーマのお薬がしっかり入っていて、弱い縮毛矯正であるという場合とかね、まあ、パーマのお薬入ってないんだけど、髪質改善というメニューには、かなりね、化学反応や熱の作用を利用した強力なコーティングをする、または油分で重たくするトリートメントであったりすると。で、結局のところ、髪質を改善してるんではなくても、すでに生えてしまった髪の毛の何らかの方法で、質感を変えたり、形状を変えたりしているだけなので、パーマや縮毛矯正と同じですよと、そういったことだったね。で、それが悪いわけでも何でもないんですっていうふうにね、何度も多分繰り返し言ったと思うんだけど、今でもその考えた方はもちろん変わってなくてね、髪質改善のストレートエステというネーミングをした美容師さんが悪いわけでもなく、そのメーカーさんが悪いわけでもない。ただし、このヒロダークさんの髪がボロボロになって、毛先はプラスチックのように、硬い髪になってしまったということは事実なのね。で、これと髪質改善という言葉をごっちゃにしてしまうと、これをご覧のあなたが、髪質改善というメニューはろくでもない、非常に危険なものなんだと勘違いしてしまう恐れがあるなと思ってね、今日取り上げさせてもらったわけ。
もちろんこの広田亜紀さんがその勘違いをしてるかどうか、ね、してるとは別に思ってはいないんだけど、改めてね、この広田亜紀さんもそうなんだけど、それ以外の、ね、これをご覧のあなたにも分かってほしいのは、ノブさんが言いたいのは、髪質改善というものが悪いというわけではないよね。髪質改善というネーミングをした人が悪いわけでもないし、髪質改善というメニューが悪いわけでもない。髪質改善のストレートエステというのは、おそらく髪の毛がストレートっぽくなりますよということは間違いないと思います。ノブさんのところでやってないのでね、断言はできないんだけど、きっと縮毛矯正の一種だと思います。そのネーミングは髪質改善のストレートエステ、そしてね、きっと優しいお薬を使ったりなんだりして、美しい仕上がりになるという、ことでやってる美容師さんがやってるメニューなんじゃないかなとは容易に想像がつくんだけど、これね、髪質改善のストレートエステがパーマや縮毛矯正の一種だと思ってください。根本的に髪質、あなたの髪質がね、癖毛だった人がまっすぐになるとか、直毛だった人が緩やかにこうウェーブするなんていうものではなくてね、生えてしまった髪の毛で何かをするわけで、この、メニュー自体は悪くない、でもそれ自体はパーマや縮毛矯正と同じ美容師がやるお薬を使った施術だと考えましょう。そうした時に、髪質改善という名前のメニューが悪いわけでもなく、このヒロダークさんの髪のダメージや髪質を見極めて薬剤選定ができなかった美容師さんの過失というのが一番、しっくりくるんじゃないかなと思います。これはですね、髪質改善のストレートエステだからこそ、髪がボロボロになったり、毛先がプラスチックのようなね、硬い髪になってしまうんではなくて、ごく普通に、もう何十年も前からある縮毛矯正でも、こういったことは容易に起こります。今でも多分、日本中でね、とんでもない数のこういった失敗が行われていると思います。もちろんこれは縮毛矯正というものが生まれる前、まだね、この世には、普通のパーマしかなかった頃ね、普通のパーマしかなかった頃も髪がチリチリになっちゃった、ね、ボロボロになっちゃったなんてことは起こり得ます。それはやっぱり提供する側のね、理容師、美容師があなたの髪を見極められなかった。そして、お薬のパワーや放置時間やいろんなこと、いろんな原因がね、重なって、オーバーパワーといってね、あなたの髪の限界値を超えた、なんていうのかな、作用をしてしまった。そうなってくると髪の毛は崩壊してしまうと。そういったことが起こりうるので、まずね、髪質改善というメニューがダメなんだという思い込みはやめてください。そして、髪質改善というメニューが、こういったね、ストレートエステというように、おそらく癖毛の人が少しその癖が弱くなるような、施術を指しているとは思うんだけど、薬剤を使う施術である以上、確実にそういった髪がボロボロになるとか、毛先がプラスチックのような硬い仕上がりになってしまったというようなリスクはどんなメニューにも起こり得ます。そして、これは熱を使うものによく起こりやすいというのは、まあ一つの傾向としてあるんじゃないかなと思います。縮毛矯正、デジタルパーマ、そしてこういった髪質改善といったような、やっぱアイロンを使うもの、またはデジタルパーマのようにロッド自体が温まるもの、薬剤&熱のパワーで髪の毛を何かするというもので、よく起こり得ます。髪がボロボロになりました、ね、プラスチックのように硬くなりました。こういったものはよく熱を使う施術で起こります。でもまあ繰り返しになるんだけど、これをね、ご覧の賢明な視聴者さんにノブさんが一番伝えたいのは、ホニャララというメニューをやってもらったら失敗した、ホニャララというメニューはろくでもないものなんだ、騙されたではなくて、それを使うこちら側のね、現場の理容師、美容師側の、なんていうのかな、スキルが低かったり、そうでもないんだけど、やっぱりね、ほんのちょっとした、見極めの甘さ、これがですね、大失敗を招く非常にリスクの高い施術を我々は毎日しているんだということです。そしてね、決して、こちら側の業界の人間をね、擁護する気はさらさらないんだけど、本当にそのぐらいね、日々難しいことをやってるのね。というのも、髪の毛の、例えばノブさんみたいにね、パーマもカラーもしてませんという髪の毛の人がね、ダメージを数値化するとしましょうか。そうするとノブさんのこの髪の毛、根元から生えてきた、まあこれ髪の毛でしょう、
根元から生えてきた1センチは全く髪の毛が傷んでおりません。そしてパーマもカラーもしてないので毛先までほとんど傷んでないんだけど、やっぱりこのように生まれてこういうふうにどん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 伸びてくるわけだからね、生まれてここに行くまでの月日によっての痛みっていうのは全然ゼロではないのね。だから例えばここが100点だとしたら、99点、98点、97点みたいな感じで、まあ、じゃあここまで行くと94点ぐらいだとしましょう。でも人によっては毎月カラーリングをしてますよという人ね、根元から毛先まで毎回カラーリングをしてますという人は、根元から出てきてしまった一回も染めてない髪が100点だとした場合、ここは急激に85点みたいなね、70、75点みたいな感じで毛先に行くと下手すると50点みたいな感じになるとしましょう。で、この傷んでると点数が減っていくというイメージをしてもらうのが一番いいんだけどね、ものすごく傷んだ髪というのは点数が少ない。でもパーマや縮毛矯正やそういった髪の毛の形状を変える施術というのはその点数にかけると言っても過言ではないのよ。なので、点数が多い方がすごく仕事が楽、ジャストが広いっていうのかな、ちょうどよく狙った通りにかける幅が広いというのかな、逆に言うとものすごくデリケートな状態になってしまったハイダメージの髪の例えば毛先なんていうのはジャストにするためにはものすごくそのピンポイントで、全てのことがビシッ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 とジャストにいってないとちょっとしたことでそれが甘かったり行き過ぎてものすごく髪の毛を崩壊させるほど痛めてしまったりということがあるわけなんだけど、これがですね目で見た時にここに数字が書いてあるわけじゃないのね。しかもだね、ご自分でカラーをされてるとか美容室をあっちに行ったりこっちに行ったりしてるという人はお客さん自身も一応ね、私の髪はこれは何ヶ月、何日前に染めてその前は別の美容室でパーマをしてその前はこうでっていうのはあるんだけど、それを聞いてすらその点数が目に見えてるわけではないの。あ、ここは何点でここは何点でだからこういうお薬でジャストに行こう分かれば一番いいんだけど、そんなのがね目に見えるわけじゃないので、そこはもう言ってしまえば長年の経験と勘、あ、この部分は相当やばいぞとかね、ここは一見やばそうに見えてそうでもないんじゃないかとかね、この部分は例えば全然全く傷んでない髪の部分ね、全くパーマもカラーもしなくて見た目一見全然健康そのものの髪に見えても、それは例えばパーマのかかりやすさかかりにくさというのは目で見ただけでは実際そこに点数が書いてあるわけではない、数字が見えるわけではないので、本当に、ね、長年の経験と勘で仮説を立てて途中まで行って途中で軌道修正してみたいなことの繰り返しで、やっと全ての要素がうまくいった時に初めて狙った通りの仕上がり100点ということになるわけね、なので非常にねデリケートな仕事をしております。だからノブさんがよく言うのは自分でやるのはやめとけよと、ね、切る分には全然いいよと、切ったのを修正するのはね、もうその範囲内にすればいいだけなんだけど、例えば自分で染めちゃう、自分で何か薬剤をね、使う、パーマをかける、ストレートをやっちゃう、自分で何かをやっちゃうと、その点数がぐちゃぐちゃなことになってちゃうのね。なので余計に難易度が上がってしまうので、だからノブさんは、自分で薬剤を使う施術はやめとこうぜというのはそういうことなのね。別に、我々のビジネスチャンスを減らすんじゃねえとかそう思ってるわけでも何でもなくて、あなたの髪が複雑化すればするほど次の失敗のリスクが上がってきますよと、そういったことで言ったわけね。で、この髪質改善ストレートエステね、まあ確かにねそのお名前ね、その髪質改善だけでも非常に惹かれるのに、ストレートにも惹かれるのに、さらにエステとついているというね、まあ、よくある美容業界の手法でございます。なんとかエステとかいうのね、でこれに惹かれちゃう、でも結局のところはそのやる人間、お客様側ではなくてこの現場の利用者美容師たちの力量によってそのネーミング、同じネーミングの同じメニューだとしても出来上がりの差はもうむちゃくちゃあるので、くれぐれも髪質改善というメニューが悪いわけでもなければ、ストレートエステと書かれたメニューが危険なわけでも何でもなくて、やる側の力量によってあなたの髪が成功したり失敗するということです。で、じゃあどうやったらそれが防げるのかというと、これまでもこのチャンネルの動画では繰り返しお伝えしてるんだけど、とにかくしっかりとリサーチすること、ね、
価格やお店の作りやホームページの印象でだけではなくて、本当にその施術例ね、そういったものをしっかりと見て、その美容師さんの人間性まで分かるような、そこまでリサーチした上で行ってみるのが一番いいんじゃないかなと思います。くれぐれもね、お客さんの後ろ姿の髪の毛がピッカピカになってる、あのよくある写真とかだけではいかない方がいいかなと。あれはね、いくらでも小細工ができるので、あれに騙されない、ね、これあんま大きな声で言えないけど、もちろんちゃんとやってるね、ありのままの本当のサロンワーク、ね、ゲストの施術料をしっかり出してるサロンももちろんたくさんあります。そういう方がたくさんあると思います。でも実際はちょっとね、写真マジックなんかも使われたりするのも現実です。その辺も覚えておいてください。ということで、のぶさんの言いたいこと伝わったかな。何しろね、例えばそうだな、宿毛矯正なんてろくでもない、デジタルパーマってやばいよね、髪質改善、あんなのは一番ダメなやつなんだとかって思わないよね。のぶさんはそんなこと一度も言ったことがないからね。これはですね、ゆしゃんもそうなの。ゆしゃん、のぶさんゆしゃんの動画いくつか出すと、そこにね、いただくコメントをもう本当にひどいの結構ありますね。ひどいのが、まるでなんかノブさんがゆしゃんが最高だって言ってるみたいなね。ノブさんそんなこと一回見たことないからね、ゆしゃんという手段もありますよと、ノブさんも実践して十数年経ちますよと、だからやってみたらどうですかと、やってみてダメならすぐまたシャンプーの生活に戻ればいいじゃんって言ってるのに、ごちゃごちゃ言ってくる人もいます。なのでゆしゃんが一番いいわけでもなくて、ゆしゃんという選択肢もありますよと、試してみる価値あるんじゃないですかと、やってみてダメならすぐ戻せばっていう、そういう感じなのね。なのでこういった美容室で行われているメニュー、一度どこかで失敗したからってやっぱりトラウマになる気持ちは分かんなくないよね。かつてパーマをかけたら思った以上にチリチリになっちゃって大変な思いしたから、私もちょっともうパーマは勘弁してほしいっていう人を世の中たくさんいるのを知ってます、髪が長かった人がバッサリ切ったらものすごい評判も悪かったし、自分も気に入らなかった、だから私は一生ロングでいるわっていう気持ちも分からなくはないです。でも美容室のメニューであれ、そういった髪型であれ、ゆしゃんのような普段のお手入れであれ、それ自体が悪いんではないです。いいやり方であったりね、その人それぞれの好みというのがあるので、必ずしもそのこれはダメ、ね、良くないものだという考え方はやめましょうねと、そういったメッセージでした。こんなね、問題を提起していただきまして、ヒロダークさんありがとう。ということで、今日の現場からは以上です。そしてですね、ライブ配信第4回目、7月4日日曜日夜9時半からでやってるかな、の赤ずここに出してくれよ、7月4日日曜日夜9時半合ってると思います。書いときゃいいのにね、すぐ記憶に頼ってやるんだけど、そんな感じだと思います。ここに出てます。はい、ここでですね、質問を受け付けたいと思います。それとノブさんとね、このチャンネルの編集&音楽担当の赤ずの2人による演奏でね、聞きたい曲をリクエストを募集しようと思いました。でも今回はですね、実はちょっと方法を変えてですね、リクエストを募集するのではなく、ノブさんと赤ずであらかじめ当日演奏する曲を決めちゃいます。リクエストを募集しません。なんですが、皆さんにお願いしたいのは、我々が当日迎える前にですね、その日この曲をやりますよっていう曲目を、誰々の何々という曲っていうのを全部出します。それを出したら、その中の曲のどれでもいいです。複数でもいいです。1曲だけでもいいし、全曲でもいいです。あなたがその曲にまつわるエピソードを募集しようと思います。これもですね、近々コミュニティ投稿の方で募集するつもりです。なのでまたね、追って詳しくはお話ししますが、皆さんからリクエストをいただくではなくて、曲目はこっちで決めちゃって、その曲にまつわるエピソードをそのコミュニティ投稿のコメント欄の方に書いていただくと、その中から一番これはなかなかいいなと、皆さんの前で発表したいなといったコメントをのぶさんと赤ずでピックアップして読ませていただくと、そしてその方に対してその曲を送るみたいな、そういった方法でいきたいと思いますので、ぜひともご理解ご協力の方よろしくお願いいたします。曲の方はですね、なるべく年代であったりね、曲のムードはバラエティに富んだものをやりたいなと思っておりますが、何分のぶさん、
古い曲しか知らないしね、好みはある程度、ね、偏っております、なので、まあ、ちょっとね、好きじゃないなっていう曲も含まれたりするかもしれないけど、まあ、ノブさんが歌いたい曲を歌わせてもらいますよと、そういったことです、そこにぜひともあなたのその曲にまつわるエピソードを、思いの丈を、ね、存分にコメント欄の方に振るっていただければと思います。もちろん今回も赤ずの歌のコーナーもございますので、お楽しみに、ということですね、てな感じで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。なるほど、納得と感じていただけたらぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。ちなみに今日娘が退院して、孫を連れて我が家に帰ってきます。楽しみです。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。ありがとう。また明日。